皆さんこんこにちはもうちょっと前説が長くてなんかもうドキドキもうほんと助けてほしいですけどねもう小学校の時は答えが分かっててもその答えを言うのが恥ずかしいような人間がねえこんなとこでこんなことしてるってねもう好調絶好調っていうかもうとんでもない <laughs> なんとか助けてほしいですけど一応40年間教育の世界に入っててね中学生相手にしてますはい。 このイメージはねもう枠を広げてもう枠を超えていくというイメージで最近いろんなところでお話しさせてもらったらこれを使ってるんですけどねもう自由に羽ばたきすぎてもうちょっとねだいぶ宇宙かかってますけれどもどうぞご容赦くださいよろしくお願いします <laughs> まあ自己紹介というともう普通のは面白くないんでちょっと数字でやってみました。 1960年の4月25日の夕方の4時に京都で生まれました、そこで生まれて、この2323、123、123というのは、中学2年生の初め、2年生担任、3年担任、231、231、231、231なすごい、こんな自己紹介ないと思うんですけど、14年間同じ学校いてですね、なんとその学校は1400人の規模の学校やったんです。もう大大変きな えー、13クラス45人学級ですねもう全校集会したらこっちからこっちまで全部見なあかんという14年いましたなんと相撲部の顧問をしていました、はい、大学から相撲部をやってました中高等軟式テニスなんですけど全然違いますよね、はい、そして2校目は1年生から123123231231と12年いたんですね 今ここんんなな長いこと言う人ないと人ですね今は大体6年ぐらいで変わっていくんですけどもなぜか昔は良かったみたいで地域とつながり子どもとつながり痛い目に遭いいろんな思いをしそして26年間スモーブやってきましたそして4年間は教育委員会で全然違うようなところでお仕事をさせていただいてそしてまた現場に管理職で出た時にこの真っ赤な2.3がちょっと怖いところなんですよ。 それ後でしゃべりますだけどもその後一1年1年また現場に行って最後3年は管理職で合計38年そして今再任用でお隣のっていう高校にいて3年目なんですけれどもこの2.3はですねここが大きなポイントで現場に帰ってきまして2年経って。 ああ教育26年やってきたないい生徒いっぱい出会ったななんかね本当かな自分こでいいのかなと思ってねなんか心が沈んできたりこのままではいいんかなと思ってもうね4567月の終わりに続けられなくなったんですよ。もほいせもうとうとう8ヶ月の休みに入ったそしたらもう悪友たちはね 達先生人を休ましても自分が休ますことはない休むことはないよとんでもないことを言うでも僕もね人間なんですよ心があってね痛かったんですそしてね本当の自分生きてんのかなっていうことそこを感じたんですでも今振り返ったらこの8ヶ月は今ですよ振り返るとすごい意味のあったことっていうことなんですその過去そのものは変えられませんけどもその時の過去を どうう考ええるるかっていうのは変えられるわけですよねですから私はこのことをすごく強く感じたそして何をしたかというと現場にも帰ったんですまた他でも管理職をしたんですけれども現代版の寺子屋のちょっと読みにくいとかどこにも載ってないんですけどまだホームページも立ち上がってないんですけども人身塾京都伏見まあ私は伏見っていうところに住んでるんで京都の。 心を尽くすって、単に興味があるインタレスティングじゃなくてもっと深い愛の愛を深めるお互いのというそういうものを作って狭い世界教員という狭い世界だけでなくて異業種の人たちと交流しようそういうセミナーとか集まりを持とう。 そのことに気づかされたんですそれはその先ほどのあの2.3の7月からの時だったわけですね。そしてそこで現代版寺子屋ということでセミナーをしたりいろんな活動をしたりもうあとでも言いますけれどもいろんなとこに行ったりしてですねこのセミナーももう28回29回を今回迎えようとしています。はい、そしててワワクワクすすするるとででねねいろんな引き寄せがやってくるよくよ ボーッと歩いてたら何もないけどアンテナ張って歩いてたらポスターがですね「俺のポスター見てくれ!」とかね寄ってくるまた「ああこんなところでこんな人に会う」とかああ「会うべきえここで会いますか?」とかいうことがいっぱい起こるんですえ今までの人生確かに教師として真面目にやってきた全然、ね、悪いことはなかったと思うし素晴らしい体験もしただけどももっと世界が先ほどの鳥のように広がっていくことをね まさにワクとワク,ワクじゃないですけどもそんなことを考えてそしてですね面白いのは最初は人心塾の集まりに勝地先生に会いに人は来るんですけども2回目3回目やるとそれもあるんですよ僕は嫌な人は基本来ませんよねだけどもそこに会う人と会って化学反応が起こっていくんです。起業が起こったりいろんな出来事が起こったり心を痛んでる人が癒されていったり。 さあキャリアプランって何でしょう皆さん人生これからどんなふうに生きていくと考えておられますかあ,あどうするんだ子供たち夢を持ってとか言いますよねでもね私ある時考えたんですもちろん人生でいろんなことをこれから考えて計画してお金を貯めたりしていくことも大事かもしれませんでもね結局過去は過去未来は未来でしょ今ちょうどこの今を一生懸命生きる 最近一生懸命って言いますよねそのところに行って一生懸命今生きるということ今ワクワクして生きるそれを考えた時に私は60歳で定年を迎えた時に本気で言ってるんですけども人生の折り返し地点に立ったと思って考えたんです。ということはあと60年ですよねいろんな人に笑われるんですけどね。 でも神様がね宇宙の神様がねあの時声はしませんけどねあと60年今63ですからあと57年生きるつもりで今日の一日を一生懸命生きるということなんですよ。そうでしょそんなの分からないじゃないですか人間はねだけどもそのことを思ったんですそして会いたい人に会い行きたいところに行き好きなこと声だけ見たらどんなわがままなのとんでもないってなりますよねいやだけども 会いたい人にありきい利他貢献という言葉こそにね人のため人の喜ぶことワクワクすることいろんな問題ありますよ人間と人間はねそんなものどこでもあります職員室でもありますよ何かしてもありますよほうってそんなとこでもあります本当にそんな人間関係いっぱいありますよだけどもね人のために貢献するためにこのことして私はこの1月からこの9月までのこで 京都以外近畿以外旧都道府県に行きました仕事じゃないです自分で行くんです、まあ、仕事もあったかな <laughs> 北海道にぐらいありましただけども行って、これ生きて好きなことして生きるそして生きる思うだけじゃなくてやっぱりアクションが大事でしょそして何が今日本に大事かと思った時に本当にまあ私見たことありませんけど縄文時代って平和な時代だったんですよね1万年あの骨を 探してもそんな,ないんですよ、ね、そういうあの非常にみんなが平和で笑顔でその縄文時代っていうかそんな里山づくりやコミュニティづくりをしたいなそんなんが日本各地でですね起こって人と人が老若男女がねいろんなことがあっても笑顔で過ごせるそんなとこ作っていきたいなっていって教育農業安全保障伝統文化もちろん全部の説明はあれなんですけれどもそのイノベーションしていこう。 そして、仲間ともに、そんな国、日本、いや、世界、広げていきたいと思ったんです。教育で言いますと、今、学校に、昨日も新聞、一昨日ですか、載ってました。最近、ね小中学生二十九万四千人、一クラスに三人、四人。だけども、それはいろんな不登校がある。不登校一つ、とってもですよ、多様性がある。それはどうなんですか。学校に行かないことはどうなんですか。学校そのものはどうなんですか。 学校に40年いたからこそわかる私の気持ちですそしてもしうつうつとしている子どもがいたらその教育のイノベーションで日本に貢献していきたいそして農業食料問題も言われてますし今日は説明しませんけども安全保障でいうとどうですか森林資源とか土地とかいろんな問題がありますそしてこの京都じゃないですけど伝統文化で言いますとまさに 能とか狂言とか文楽とかそれはもしかしたらご飯にならないかもしれないだけどもそれが本当に日本古来の素晴らしいもんじゃないですかちなみに私は小中学校相撲の相撲部の監督で26年やってきました相撲も相撲道なんです柔道華道茶道みんな合気道ねそんなこともあんなことも武道の世界とかそんなことがあるこの4つのことをそれぞれの得意分野で自分のできることでしていけるそんな 日本世界になっていったらいいなと思っています山口県の萩に吉田松陰という方がおられます29歳で亡くなっているんですけれども彼の一族のお墓の前にですねこんな日があったんです後であの出ますけれども萩に来てふと思えらく今のよう救わんと立つ松陰はれ。これ吉井さというあの家人が 歌歌った歌なんですこれは何かと言いますと萩に来てふと思えらく今のようを救わんと立つ松陰はたれ60年前です昭和35年ですその時代ですね松陰先生の時代にあの「松花村塾」という中で松陰先生が弟子たちを教えたのは年年半か2年なんですよそれも一方的に教えたんじゃなくてお互い語り合って対話しながら教えた。 そこから伊藤博文であるとか岩崎八太郎であるとか草下源随であるとかもう多くのこの日本の支える人たちが出てきましたただ狭い私は3回行きましただけどもそこは本当に狭いところでしただけどもその教育松陰先生は30歳弱で亡くなっています皆さんどうですか私なんかと思うじゃないですか私も思うんです失敗もいっぱいしますだけども 微力だけども無力ではないということ私はそれをもう一度言います微力だけども無力じゃないその波動は宇宙につながってその何の神か知らないサムシンググレートにつながってそのことは行くんです一人一人ですから私はこれを見たときに松陰先生も素晴らしいし一族も素晴らしいし歴史もいいかもしれないだけども今の世を救わんと立つ松陰は 誰かと思った時にそれは一人一人だいや私だと思ったうんあなただあなただってこと私なんかもう80歳だからとかいや私まだ10歳だから関係ないってことです時空も年齢も超えてですねワクワク生きていくそんなことそんな人生を歩んで私は教師という枠教師は本当に楽しい40年でしただけどもこれからも続けるかもしれませんがしかし これからも続けるかもしれんけど続けないかもしれないけどそんなことは関係なくワクワク会いたい人に会って行きたいとこに行って好きなことをして生きて多くの人と笑顔で過ごせるそんな日本世界を作っていきたいと今あの改めてこの場に立たせてもらっても思ってますしこれからも皆さんともにまたあの一緒にこの生きている命を宇宙につなげる命をともに生きていこうではありませんか。ありがとうございました